こんにちは、サロモン安藤です。こんにちは、サロモン徹です。まあ分かってると思うんですけど、日本撮りです、これ。まあそうですね、シーズンオフに入ってきましたんでちょっとなんか変わったことやりたいなと思って。なるほどね。そうで、僕考えたわけですよ。はい。最近つってもちょっと前なんですけど、から流行り始めて、今結構使ってる人いるのかな。チャット GPT、 GPT、 はい、知ってます。使ったことはないんですけど。 GPT T じゃないですか。 T、 やったことあります？やってないですよ。テレビかなんかで見て、あ、そうそう、すげえと思ってやろうと思ってそのまま忘れてましたね。そう、 SNS でもやっぱ最近それを使ったコンテンツ、はい、いっぱい出てきてて、うん、で、なんだったらこうチャット GPT と何か違うアプリケーションをくっつけて、いろんなこう新しいことを自動的に作り上げてくれるみたいな、うん、なるほどね、科学の進化、た、さあ、まあ、まあそういうことですよね。どんなもんかと、クオリティ的にどうなのか気になりますよね。 SNS とか見てる限りではすごすぎて怪しいんですよ。本当に怪しい。僕の知識スキルではもう到底できないようなぐらいすごいことが、そう。例えば最近言うと何だ、絵本作りましたみたいな、勝手に。あ、なんか知ってる。そうでしょ。お題を与えると勝手に。あ、そうそうそう。分かった。なんかもうプレゼン資料も勝手にできてしまうとか、すごいんですよ。で、まあ。本来僕がもうちょっと長けてないといけないんですけど、そういうところに。まあ2人ともなんか、あんまりね、わかんないじゃないですか。です。だから今日はチャット GPT を使って、はい、サロモンスノーボードのエゴサーチしてみようかなと。あ、そういうことね。そう面白いかもしれない、ね。はい、じゃあということで行ってみましょう。はい、で早速、はい、早速ね、はい、画面が今見えてると思うんで、これトロさんも見えますか？見えます、はい、あらかじめねお題用意したんで、はい、ちょっとこれコピペして、あ、はい、打ち込んでみようかな。はい、なんて答えるかっていうことですね。あ、そういうことです、そういうことです。 AI ですから、 AI がなんて答えるで、これがチャット GPT の画面なんですよ。はい、まあちょっとログインした状態ですね。英語でも日本語でもどっちでもいいってことですね。そう、はい、で日本語でここのセンドアメッセージってあるでしょ、はい、これこうやってサロモンスノーボードの立ち位置とは、そうピッて押すと、うわ、もうすごくない？すごい。や、そういうことですよ。おー、すごい。あれ止まった。すごい。いや、でもまあまあなスピードで、サロモンはスキースノーボードトレイルランニングのアウトドアスポーツ用品を提供するフランスの企業です。間違いないですね。スノーボードに関しては、ブーツ、バインディング、板などの製造。板っていうところがまた人間っぽいじゃん。ね、スノーボーダーっぽいっていうか。そうだね、特にバインディングにおいては、お、高い評価。間違いない。最初、スタートはバインディングですからね、サロモンスキーはね。あ、じゃあ、スノーボードで。あ、スノーボード、どんなもん、すごいな、これ。でもちょっと、あれっていうところもあるわけですよ。で、サロモンのスノーボード製品は、高品質で信頼性があり、プロスノーボーダーからの支持も受けています。そうなのか。すごい。いや、そうでしょ。いや、でもすごいね、これピンポイントでしょ。彼らは様々なライディングスタイルに合わせたバインディングを提供し、やたらバインディングについて押してますね。押してるよね、はい、まあまあまあ、それはでも面白いですね。面白いね。こんなに出てきちゃうんですね。すごいっすね。まあまあ、でもこれって結構抽象的というか、まあざっくりしたところだから、うん、すぐ言えるのかなと、はい、どんどんね深掘っていこう。なるほど。次いきますよ、はい、これまあでも一つ目はちょっとバインディングのところだけ引っかかったけど、やたらバインディングを引っ付けるところだけは面白いですね。正解です。じゃあ二つ目いきましょう。ベン、サロモンスノーボードのダメなところ、ちょっとドキドキしてるんですよ僕は、はいはい、なんて答えるんだろう。いやいや、わかんない、行きましょう、はいはいはい、サロモンスノーボードのダメなところ。早いもん。これ、ま、あれ。サロモンスノーボードは完璧な製品は存在しません。あ、まあまあまあ間違いない。そうですね。はいはい。以下の欠点のいくつかです。価格。価格ね。
いや、これね、ちょっとどうなんだろう。まあ、値上がりはしたじゃないですか、はい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 、ぶっちゃけ。でも、コスパはいい方だと思うんですけどね。なるほどね。一部のスノーボーダーにとって購入をためらわさせる可能性。に、適性。サロモンスノーボード製品は、高度なスノーボーダーに適していると言われる。初心者向けの製品も提供しますが、ね、うん、一般的には経験豊富なライダー向けの製品が多く、初心者や中級者に不向きな場合もあります。なるほど。いや、どうでしょうかね、これ。なかなかあれですね。でも最近、うん、ようやく、なんだろう、見た、その上級者にも受け入れられるようになったなって逆に思ってるんですけどね、うん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 、で、デザインサロモンのスノーボード製品のデザインは一部のユーザーからは地味である見なされる、まあ、なるほどね、うん、一方で他のユーザーからはシンプルでクラシックなデザインで好まれる、ね、うん、まあ、うん、ちょっと間違ってないな、うん、まあまあ、すごくない。まあ、これだから、これだけ答えられるのが ね、 ね、あ、まあまあ、まあ、正解不正解は別としてね、うん、そうだね。製品ラインナップ、一部のユーザーからはサロモンのスノーボード製品ラインナップが競合他社の製品に比べて少ないか、うん、ね、そうね、あの一部っていうところではあるかもしれないですね。あ、まあ、ね、そうですよね。あのユーザーって言われてるスノーボーダーの方ね、にから言われた気持ちになってるんですよ僕承知しました。このすごいですね、この人。でもすごいね、いや、この人じゃないか、 AI ですけど。いやいや、すごいね。まあ、次行きましょう。はいはいはい、はい、次面白いな。もっとちょっとこう突出したところに行きます。なかなかマニアックです。サロモンスノーボードのシャドウフィットをもっと広く、うん、広めるためにはどうしたらいいかっていう質問を、そう、質問ですよ、投げかけてる、はい、そんな普通答えらんないよね、まあ、多分僕があの GPT だったら、てめえ担当者なんだから自分で考えろって言っちゃう。これ答えられるの？いや、わからん。見ましょう。すごくないですかこれ。あ、でもちょっと止まってるっすね。止まってる。あ、来た来た来た。考えてる。サロモンのシャドウフィットは、サロモンが開発した独自のパイプ。わかってる。すげえ。軽量で反応性が高く、フットベッドが柔軟に動くことで、まあ、フットベッドではないけどね、ヒールカップだけどね。でも、合ってるな。まあ、あと、おマーケティングキャンペーン。なるほど。サロモンは、シャドウフィットの利点や、メリットや広告やマーケティングキャンペーンを通じて広く宣伝することができます。まあ当たり前のこと言ってんな、これな。まあ、まあ、そうだね。スノーボード業界の関係者、ブロガー、インフルエンサーなどの影響力のある人々を積極的にターゲットし、それはもうやってますもんね。ね、うん、まあただね、配らないですから。試着イベントっすよね。試乗イベント。まあこれはブライトツアーですよ、完全に。はいはいはい、なるほど。コラボレーション。ああ、なるほどね。有名なプロスノーボーダーやスノーボードに熱心なアスリートのコラボレーション。なるほど。ライダーとのコラボレーションってことですね。うん、はいはい、教育キャンペーン。すごいですね。何これ。クリニックってことじゃないですか、これやっぱり。勉強会。ああ、なるほど、なるほど。へえ、ほら、そうですよね、やっぱり。すごいですね。すごいね。これらを活用することで、なるほど。でもまあ、すごいですね、これだけ。いくつか本当ね、ね、上げてくれるっていうのはね、まあ間違ってないですよね、うん、まあ僕はぶっちゃけこうブライトツアーとか雪上で話すスノーボーダーの生の声の方がなんか役立つ、うん、ね、お店の人も含めてね、はい、ってとこはあるっすね。まあでもすごいわこれ。じゃあ最後ね、長くなりすぎちゃうんで、はい、もうこれどう答えるのかな。サロモンスノーボードのジャパンライダーたちの評価を。なるほど。これちょっとすげえ楽しみなんですけど、はいはい、いきますよ。はいはい、考えてる、考えてますね。サロモンスノーボードのジャパンライダーたちは一般的にサロモン製品を高く評価しています。ああ、でもそうかもしれない。特にサロモンのスノーボードは、高品質だり、さまざまななラインナップがあります。競技にも力入れてる。おすごいね。おおえちょっと、日本のスノーボーダーの橋本聖子。そうなの？違うよ。え、嘘で。じゃスケートだよこれ。橋本聖子。何これ。サロモンの製品を着用していたことが注目されてる。いやいやいや、そうなんですか。いや違うよ。じゃあちょっとね、
ここ多分今のはカットで、はい、もう一個、はい、あの書き方変えます、はい、サロモンスノーボードのジャパン契約ライダーたちの評価は、はい、まあこれで一回言ってみますか、はい、どうなんでしょうね。これはサロモンスノーボードのジャパン契約ライダーたちは一般的に高い評価を受けています。おお、ありがとうございます。トップクラスのライダーである。すごいこれ。おお、例えば国内では著名なライダー誰ですか。はいはい、はい、OK です、 OK です。まあまあまあ、でもすごいですよね。まあまあまあ、うん、ここまで来たかっていう感じじゃないですか、はいはい、そうですね、はい、っていう感じで、はい、終わったわけですけど、はい、まあまあまあ、すごいですよね、チャット GPT は。いや、正直びっくりっす ね、 ね、ただまあいろいろなんかね、例えばエクセルの関数とかもなんかこれを調べるとか整理する関数はみたいなやつを、もう関数、そうそうそう、教えてくれるらしいし、まあ今みたいなね、例えばこれね、僕がどうすか必要なことって、よくメディアとかからプロフィールくださいみたいな、はい、ある程度まとめてるんですけど、はい、ちょっと足したいなって時に、あのお恥ずかしながら、あの検索するんですよ。そう、ググるんですよ、はい、でもこの多分チャット GPT だったら、そういう例えば、あーやべ、松本春菜何年生まれだったっけみたいな、知る、あのもちろんまとめてあるんですけど、それを引っ張り出すより多分こっちの方が早いっすね。 Google よりこっちの方が早いってことですね、うん、そう、香谷徹今何歳みたいな、そんなの出てくるんですか、ね、いや、わかんない。まあやってみたらいいんじゃないですか。やってます。そうそうそう、はい、ただね、まあまあまあ、まあエゴサーチみたいな感じで今回しましたけど、はい、まあそんなことよりは、まあ現場のね、生の声を僕らは、ね、ブライトツアーを通して今後も聞いていきたいと思いますが、はい、でもいいですね、ちょっとこれから使おうかな、僕も使ってみたいと思います。面白いですねっていう、勝手にチャット GPT を使って、はい、使ってみた、サロモンスノーボードのエゴサーチをしてみた。してみた。はい。はい、っていう動画でした。はい。はい。じゃあ最後、なんか。まあ、あのね、あの言ってたんですけど、AI もやっぱここまでね、来ましたんで、いろんなことがやっぱり調べられますけど、これも大事ですけど、やっぱり生の声だね。はい。が大切。はい。それがいい。そうですね。はい。はい。はい、まあ、同じこと2回言っただけでした。